こんにちは、ちか先生です。はい、今日のクイズです。料理は高ければ美味しいわけではない。料理は高ければ美味しいわけがない。はい、美味しいわけではない、美味しいわけがない、どっちでしょうか。はい、答えは料理は高ければ美味しいわけではない。わかりましたか。はい、わけではない、これは 100% ではない。はい、いつもそうじゃない。はい、全部そうじゃない、全部そうじゃないですね。だから料理は高ければ美味しい、まあそれもありますね。料理は高いものが美味しいものが多いですけど、でも全部ではないですよね。安くても美味しいものがたくさんありますから、その時は料理が高ければもう 100% 美味しいではないですよっていう時に、料理は高ければ美味しいわけではない、はい、 100% じゃないよっていうことですね。はい、でわけがないっていうのはもう全然違うんですね。わけがないは絶対にそうじゃない、絶対違う、はい、それはない、全然ないっていうことですから、この意味は料理は高ければ美味しいわけがない、意味は料理は高ければ美味しくない、もう絶対美味しくないっていう意味ですね。でも高い料理美味しいものたくさんありますから、これはダメですね。はい、このわけが日本語にたくさん意味がありますから、ちょっと注意して使いましょう。わけではない、 100% ではない、わけがないは絶対違う。はい、じゃあちょっと練習しましょう。ここで練習します。はい、じゃあこれはどうでしょうか。ケーキを毎日食べていて痩せる何々、これどうですか。ケーキを毎日食べていて痩せるわけではない、痩せるわけがない、どっちでしょうか。はい、これは痩せるわけがないですよね。はい、ケーキを毎日食べてたらもう絶対痩せないですよね。そんなケーキがあったら私食べたいですけど、普通のケーキはやっぱりちょっとね、太るかな、砂糖がたくさん多いかなっていう感じなので、いや絶対痩せないですよね。だからこの時はこれ、痩せるわけがない。じゃあもう一つ、はい、トマトは食べられない何々てん好きじゃないんです。はい、これどうですか。はい、トマトは食べられない何々好きじゃないんです。うん、はい、これはわけではない、ないんですが、はい、はい、トマトは食べられないわけではないんですが好きじゃないんです。これは食べられるといえば食べられる、まあ好き、うん、まあ、まあちょっと食べることはできる、ちょっとはできる、はい、だからもう 100% ではない、もう絶対食べないんじゃない、だけど好きじゃない、はい、この時はわけではないですね。はい、この違い分かりましたか。じゃあちょっと復習しましょう。料理は高ければ美味しいわけではない、ケーキを毎日食べていて痩せるわけがない、トマトは食べられないわけではないんですが好きじゃないんです。はい、それでは今日もありがとうございました。またね。